こんばんは、こもさんです。はい、タモさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかまあ一気に涼しくはなったんですけど、なんとなく、まあ、そうですね。あ,あのーええ、僕なんかアワいると、ええ、あ,あのー、こちらの都会と違って、はい、あの蒸でわかりますね。ああ、そうですか。 やっぱりトンボが出だしたんですよちょっと前まではハチがいたりミツバチが結構いてたりとかそれがえらいもんですね前ちょっとセミの話しましたよそうですねセミはじゃあ知ってるといやこれ虫ってすごいですねいつまで暑いんやろなとか言いながらトンボがね出てきたら急にだからやっぱりまあそれは万年何百万年単位の多分その生態のすごさでしょうね だから僕らに人間って偉そうにしてるけどね、うん、まあ僕なんか生意気なこと言いますけど、えー、結局、文化とか文明にやられて、えー、どんどんそういうなんですか直感能力とかがあ<ー>あの退化していってるって聞いいたことないですかそれは確かにねもうその、まあ、地図が読めない若い子が増えてたりとかも含めて僕も要は、うん、あの電話番号なんか特にそうでしょ。<laughs> <laughs> 今、こんなないし、このコモさんのラジオとか、YouTube 聞いてるってったら分かってくれるけど、えーえー、本当に僕みたいな頭悪い人間でも、多分五50個ぐらい電話番号覚えてたような、ん、気しませんそうですね、あのー、やっぱり好きな女の子の電話番号とか、それこそ指が覚えてる、大、ね、ダ,イダイヤルの時に、うん、それがありましたけど、うんうんね、今はね、もうだって、うん。で 覚えてたけど、もう忘れてるのもありますよねそう、僕ね、おかんが死んでもう8年になるんかな、8年、9年になるんですよ、8年なのかな、母親の住所忘れてるんですよ、この前ふと思って、あれ、東大阪市、何々、1丁目まで覚えてるあれ、その後出てこないんですよ。そ やばなな使ってないもんねで役所とかなんか届けなあかんかってもなんか見たりしますもんね。コモさんはあのどっちかというと理系の強い方なんで根拠とか、うん、そういうのを思われると思うんですけども、うん、あのよくね陰陽師とかいう話あるでしょ平安時代とか、ええでまあ、例えばお化けが出るだとか、うん、僕ねもしか妖怪とか。ええ もしかしたら、もうその江戸時代よりもっと昔のそれ平安ぐらいの時代の人だってそういう特殊能力があってうそういうなんか妖怪とかねちょっと変な話だ僕、ええ、あの統一教会じゃないですけども勧誘、ええ、されたら楽しかったかが、ええ えー、僕が生まれて、その携帯電話が生まれて、だから20、30年経たないでしょうね、うん、25、26年の間に、こも、うん、さんも俺も,もうう覚え忘れてる、ええで、電話も覚えれなくなってる、ええええ、で漢字も読めなくなってる、うん、書けなくなってるって言った時にね、ええ、たった20年、そうなんやったら、ええ、逆,逆算したら、ええ、僕ら、えっ 10個も20個も、電話番号覚えてたんですか天才やないですかって、あと、100年も経ったら言われるじゃないですか。でもそれが僕ら、平安時代ってもう1000年近く、まあ1 0年ぐらい近く前でしょまあ、ええと、いい国作ろう。今はちゃんこしやけど。それの前です。鎌倉の前ですからね。ほなもう1000年ぐらいでしょということは、その時代には、その、そういう本当の特殊能力じゃなくて、みんなが持ってた能力が、 ああ、それはあるかもしれない。でしょで、ただ、まあ、要はさっきのその虫の話から言うと、そう。自然と一緒に生きていけへんかったら生きていかれへんかった。そうそう。だから、あの、日本神話とかいうのって、すごく僕好きなんですけども、ああいうのってすごいこう、自然の神様であって、で、ちょっとこう、なんかこう、焼きち焼いたりだとか、人間臭さあったから、もしかしたら、もう、本当に、あの、僕らでも今ね、例えば、 あの藤井聡太さんとか、で、えー、イチさんとか。天才ってやつよ、ね、で、ね。で一郎さんが野球もしなかったら、うんあの、将棋がもし藤井聡太さんがなかったらとか思うとき、ええ、でもなんか特化したような気するんです、僕あその能力がね、うん、別の世界へ行ってもね。なんだなら、もしかしたら1000年前には、なんかそんなじゃ、ええ、そういう人もいや、そういうのが、一郎さんみたいな方が。うんええ そのな特殊能力を。ええ、あの特殊能力ですよ、あんなそ。それはまあ、それは大谷さんともう、それはもう完全にそうですよね。でも、それが例えばなかった場合に、すごいこう、伸びて、それが力として、例えば、僕ら今、視力、 あったらすごいでも、小松さん、やっぱり江戸時代とかやったら、普通で4.0とかあったっていう話ですだって、アフリカの人は。そうです、何もないし、別に今見ぼうらみたいに光もなけりゃ、夜は暗いもん、星の明かりだけとかいうところであると、それが5.0。 18.0とかおったかもしれません。<laughs> そうなんか特殊能力ですやんか。<laughs> そはそう、まあそはそうですよね。まあまあそは一郎、野球で一郎さんがいるっていうことは、うん、で、将棋で藤井聡太さんがいるっていうことは、そらうん、18でも25でもあるのかもしれない。で、その人だから僕らからすると、うん、神じゃないですか。ええー。なんか最近ね、そうちゃうかなと思ってきたり、はーはー思ってきたんですああ、なるほど。で、まあその記録の残り方がまたね、その今みたいに全部その写真があって、うん、テキストデータで残るわけゃないから、 それを書物にした書物にして、でその書物を読んだ人とか、それが口にまあね言ったら、口がぐでんでばーっと広まっていくじゃないですか、ほんなら、それこそね、あの風が吹いたらおけはもかるやないですけど、もこういろんな人に回って回って回ってっていうのが、も最後は落ち着くんやけど、話はでもすごく大きくなって、なんか。 伝説とか神とか言われたんではないのかなと最近なんかちょっとロマンチストになったかもしれないですけどもいやでも実際今ねタモさんが言うようにこの時代の変化というのは確かにどんどん加速度はついてるんだけど2三3 0年ぐらいで当たり前やったことが当たり前でなくなってるっていうことは100年500年1000年ってやっぱり。 全然違いま,すまあまあその人間の機能みたいなもんは変わらへんとなんか悲しいんですけどももうあのこの文明がすごくこう開けちゃって、うん、この、うん、まあ僕らが子供の時のビデオテープなんていうものが今はもう、うん、皆,皆さん持ってある iPhone の中にも仕組まれておってて、ね。えー 記録、コモさんもやってますけど、これ、コモさんの仕事っていうのが、おじいちゃん、おばあちゃんのファミリーヒストリーを作ろうでしょ、こんな商売はもう逆に言ったらなくなっちゃうと僕は思うんです、残念ながら、今はないです、なぜなら、今、昔のおじいちゃん、おばあちゃんらが、そんなビデオとかない時代に生まれてる。 来られない資料、ない資料の中で全部出してきて、そこの中には伝説もあり、ええ、もしかしたら嘘もあるかもしれん、うんうん、でもより真実に求めていきましょうっていうのの仕事を今、コモさんやってあるんですけども、も、うん、全部ほんまになるんですよ、だから、全部ほんまは、そうですね、だからまあまあ、ほんまかどうかは別として、もうこれ一つあったら、僕がやってるね、うん、ファミリーヒストリーの仕事はできちゃうわけですし。うん、あのーうん それよりに夢ないだって、まあ、例えばよく言われるの徳川家康が好きか、ええ、織田信長が好きか、うん、富,富士豊臣が好きか、ね、その時代の,、うん、その好きな人からの見方によって。ええ 全部違ってロマンがあって、えーうん、でまあ坂本龍馬が好きなんですって言ってもやっぱり資料はある程度残ってるけど、うん、でも実際動くところも見たことなければちょっとした伝説も残ってるから好きなとこあるじゃないですかだから柴良太郎先生もあの星、うん、かけたわけです、まあ、柴良太郎がいたからこその坂本龍馬ですからねそでそで小説としてなったわけじゃないですかでも、うん、真実がこんだけ全部やったら、えー、その人間に 魅力僕、あんま感じなくなるんではないかなと、伝説がほんまにもっと、例えば僕なんかは皆さん、桂史尺師なんかね、いろんな天才じゃないですか、でも私生活といえば、ある程度のみんながしゃべって、ですけども、それがね、今の時代、こんな携帯やらなんやらでカメラで撮ったら、全部動く素人の、白じゃあの楽屋内での、全部撮らせる、別としても。 でそうなった時に、なんか、あん<ー>まりにもすべてさらすっていうのは、あんまり白くないなと思いま,すあまあ、だから、まあ、それこそ統一教会のね、あのイベントへ行って、うん、あんなことを言うてたら、こんなことを言うてたら、全部、うん、まあい,いや、もう今、残っちゃってますよ、ね、だから、から残さない方が不自然になるでしょう。えー なんで録画してなかったんですかとかそういうのを言われた時に「いやないんです」って言ったらこの世の中にそれ一昔前ならいざ知らず一人が一個ビデオデッキを持ってるような時代にカメラを持ってるんですよおかしいって言われちゃうんですよすごいですよねどんな歴史をみんな残していくんやろうどうなるとだから本当にあれじゃないですか考古学者に言わせたらあまあ なんか。何千万年ってあれって続いたんでしょう。あの恐竜の時代って。おお、そりゃそうですよ。そり<で>、うん、一気に死んだんでしょう。あ、まあまあ、そう言われてますよね。まあ、それ巨大な隕石が。 落ちてきて。いつ、そうなるか分かれへんなとか思ったりしますけど、なんか、もう限界ちゃうんかと思っておりません。この後、本当に手塚治さんもさん先生の火の鳥読まれましたいや、1読んでないた。すか？火の鳥読んでたら、最終的に、凛に転生の話なんですけども、最終的にそのロボットが、もう支配して、 今と似てるんですよロボットがロボット感情を持つようになって、ええ、ロボットが感情を持ち出して、人間っていうのはものすごい悪いやつだと思って、はあ、ロボットが集団を組んで人間を滅ぼすという話になるんですけども、まあ、こんな SFS は SF の話で言いながら、いやいやいや、あそれに近づいてきてるのかな。うん はあ、確かにも今、もう AI が勝手に判断してやってるわけですからね、それそ企業の採用とか、そんなんま、ね、だって今みたいにね、コ、えーまあ、モさんはまあ、ね、あの本当に少人数の,、うん、あの会社で、えー、まあ仲間でやってはりますけど、えーえー、ご存知のとこり、この雇ってる側が弱くなっちゃって、えーはい、ほんならもう、AI の上司の方が楽なんですよね。ね、えー、どういういことですかだっ,だって感情ないわけですから。 ほんならそこにセクハラ、パワハラ、それはあかんってプログラミングしてたらその通りやってるわけですよね。ということは、上司が今、学校の先生も AI にしようという話あるんですよ、学校の先生になる人、少ないだもそうですよ、あんな激務、だって、仕事してんのにあれは好きでやってるんやって言って、裁判がそんな結果まで出てますかうちのおいっ子が学校の先生ですけども。 担任とか絶対持つんや言ってますので「担任持つ」って今担任持ってなくてこんだけ卒業生からとかも連絡あったりするんですって親から親からですよ親なんでまたうちの子がこんなこんな悩んでるんですけどそれも邪ケにできないでしょそうですねほんならもう AI やったら平等にできるじゃないですか ーでも人間なんてもう能力も含めて平等なんてないですか、ね、いそれを平等じゃないですっていうのは学校の先生言えないんですってあーあ、そうかあ、まだクレームの対象になりますわ、ね、うちの子供だけなんで置いていかすのって言ってたら、えー、その子、目倒見たら、今度、うんあの、できてる子の方が、親が、えー、いや、そんな構かまってもらわれたら、えー、うちらの子供の成績伸びませんやんとか。うん どなないいもこはあ、うん、かなんな、なんかもういろんなクレームに対応せなあかんのってね、一回ほんまのこと言うたらええんちゃいますもんの、そんな知らんやんけみたいなのあああのそ。それで言うとね、<laughs> いや、知らんやんけで言うとね、香川照之さんのラ、どっかクラブで、なんかね。クラブで おお姉さんのっっぱい触でひろゆきさんが、うん、いやそれはまあそ一般論としてそういうことは悪いっていうのはそれはあるにしても言うたってそのね風俗営業に類、うん、するようなものっていうのは、うんうん、まあ嫌なことをして、うん、そういうこともさせるから高い 時給というか、お給料ももらえるもんなんだから、うん、まあ、それやったことがはしたないとか。それは犯罪行為になったら、それはそれであるとしても。うん、まあそれは分かった上で、勤めてるんやったら、なんでそのことを言うねんっていうことを言ってて。うん、まあ、これは多分、うん、政権的には炎上するやろうっていう,ようなことを、本人は言いながら言ってはるん。そうやぞっていうことね。うん、ね、で、まあ、その統一人許可の問題にしても、うん、みんな。 腹の底でどっかでいや「そらそんなもんやろう」って、うん「のの分かっとるやんけ」っていうことを今言えないじゃないですか言うたらもうなんか叩かれるっていうね一番大きい今の旧統一教会の問題に関しては、ええ、あのー、やっぱり日韓の今、うんえー、日韓の問題って国と国と国とのとの国,と国との国交が正常 いや、ちゃんとここはありますよ、一応、ここはありますけど、外交的にじゃどうやねんと、向こうは反日感情ないのかっていったら、それはすごいです、あるじゃないですか、ほんなら逆に反日じゃなくて、こっちが日本人が、いや、今、反流ブーム、また大南寺のって言うけど、それ以外の政治的な色で言うと、やっぱり竹島の問題があったりだとか、慰安婦問題があって、これはこれからどんどんどん解決していかなあかんち。 とは言えとはゆえっていうのがど、うん、続いている中でね、うん、やっぱり麻生派の宗教って韓国のが元でしょそこになんかアメリカも絡んできているということでね、うん、なんかうん。 すごく不透明じゃないですか、ほ<ー>んで、さんざん日本と、まあ、韓国はお金のやり取りで、うんまあ、揉めてますよね、まあ、国と国ともそうです賠償金の問題だとか、それに関してよしと思ってない人間もおるし、うんまあ、それは当然やと思う人間もおるけども、うん、そこはまだね、賛否はっきりしてないんですよ。うん 自民党はどっちかといえば、与党の方は、もうあれは解決済みだと、1966年でしたっけね、国と国とのももうあれはもう解決済みだと、いや、それとこれとはまた感情が違うんだというが、韓国側の言い訳ですよね、言い方ですよね、そうなった時に、なんか、なのにもかかわらず、えその与党が、野党も一緒ですよ、言うてるところで、えのそこでこう、 献金っていう匂いがしたら、<laughs> ええええ、やっぱりこれ、国民はね、はい、あのー、党員であっても、クエスチョンが出るんではないかなって、ええ、ものすごい、うん、今までのなんか、まあ、いろんなその、まあ、政治とお金、うん、政治と、まあ、そのだから汚職っていうので、うん、いつの時代も、こ室さん、つきまとってたから、生まれてきて、生まれてこの方、ええ、クリーンやったことがないじゃないですか。でも まあまあっていうのと、うん、いや、今回はっていうのと、ちょっと違うなと思うんですけど、いかがでしょうか、うんまあ、だから、本音のところで言うと、結局やっぱりまあ選挙で負けたら、もうただの人になってしまうから、な、うん何であろうが、あて使えるもんは使わせてくださいっていうのが、多分、うんまあね、与党も野党ものとこだから、じゃあ、その本音が、ね、あるんやったら、その本音言い張ったらええと思うんですよ。 うん、さっきの,その香川さんので言うと、そら、高いお金払うて、好きな人間と行って、そら酒飲みながら、は軟式騒ぎするために行っとんねんから、それで、ごめんやけど、ええやんけっていう、なんかその開き直った本音のところが、なんかみんな言えてないところが、なんかこう、もやもや言,言えないんじゃないですか、うん、これは言い訳しにくいですよ。だって いいやや票取れんがたたけね、よく僕、落ちたから言えることですやん、やっぱり選挙って勝たなければただの人になりますしっていうのってね、そんなん受かってるに言えないわけじゃないですか、うーん、だから、このラジオというか、この YouTube でも見ましたけど、あまりにも、あまりにも日本の選挙って、お金がかかりすぎてることによって、そういうところが出てくるのと、宗教ってすごいなって思うのが。 とはゆえね、例えば、小森さんに A 党、A 党というところにね、どうしても入れてくれ、黒田君って言われて、僕がね、小森さんに100万円借りたとしましょうよ、100万僕借りてんねんから、当たり前ですやんって言いつつ、B 党に入れたかって分かるわけないですよ、投票の秘密が守られてるという前提でね。なその 宗教の票の硬さってすごいな、うん、これって思いません、皆さん、いや、それはすごいですよ、それはもうびっくりですよ、だってだら労働組合とかの締めつけとはか、全然違うから、えー、そんなもん、うん、だから立ち打ちできないっちゃ、立ち打ちできないんですよ、ほん、えー、なら、今の選挙制度の在り方っていうのをもう一度考えなければならない、うん、ちょっと一つの節目。うんえー かもしれなないいことですまあその中で僕はやっぱりその本音の部分というのとあとまあお金の流れはねやっぱりね、まあ、それこそ浮気がバレるのも汚職がバレるのも、うん、何もやっぱりねお金の流れ見てたらね分かりますよそれはり力関係とか、ね、そんなんね、うん、全部分かるから、まあ、そこはもうドンと。 やっぱり税務署ってね、攻めてくるとき、めちゃくちゃ怖いとかまで攻めてきはるわけやから、そこはね、しっかりやってほしいなと思うんですけどねまあ説明不十分といえば、説明不十分ですね、えー、本当、それは全国民が思います、今の与党に関してもそうですし、やっぱりじゃあ、野党は本当にわーって。 もう一つ言うてへんな、うん、の自分らもなんか、まあそのね、探られたくない腹がきっとあ,って <laughs> あ,ある、ね、いやなんで僕はあのほんまに国民があのちゃんと意思表示するためには、うん、国会をみんなで囲むぐらいの、ねうん、別にそのシュプレヒコールとかなんかやって赤い旗持ってとかじゃなくてもうほんまに分かっとんのかということを言うためには、まあ、投票率上げるのも <laughs> だか<ら>そうなんやけど。国会を 囲むというよりは、今やっぱりね、ええ、SNS って大きいですよ、みんな見てますし、ええで、ほぼ党員はやってます、党員じゃっ、うんえー、と政治家はやってますよ。 あれ見てたらでもこんなけやじられてもなんとも思えへん人もいますしね <laughs> す,ごいすごい根性ですよね根性やであの根性は誰とは言いませんけどいっぱいいますやんかそんなパオル中ですごいのが一人おるじゃないですかあ<ー>まあまあ名前出しませんけどでも次のツイート見たら普通に上げてますもんねそうなんですよ なんかアイドルの将来にああいうあ,<ー>あのう爪の赤を展示して飲まってあげたいね <laughs> なんかようねみんなアイドルのことが面倒くさいです、ね、ああいう政治家の女の特に女の人のああもうちょっとねあげたらわ、はい、かりますわかりますああいう人がアイドルになってよかったのにね <laughs> やっぱりだからまあ一郎選手みたいな藤井聡太さんみたいなある本当にプラスのところの能力もあるけど、うん、その鈍さの もう一浪級の人もいるってことですよね。そうやね,ね。それはねえ。いや、羨ましいというか、なんというか、僕ら飽きませんは、もう。もうコメント欄読むだけで、ドキドキしますもん。 あ、そうですか。読まなかったいいんじゃないですか。まあ僕もあの読める時は読めないるけど、あのスタッフがあのちゃんと僕はやってくれてるんで、僕は機械音痴なんで、あんまり俺にはあの嫌なことは言うてけえへんみたいなごめんませんけど、すみませんけど。あのコモさんは読んでますんで、あ、そうです。あのはい、あのできるだけ優しいコメント。そうですね。あのコモさんの方は僕絶対読まないんで、僕に対してあの辛辣なやつは絶対結構なんで。その代わりです。その代わりあのこの後に始まるあの YouTube の黒ロダイの、うんえー、あの僕とコモさんの、はい、あの今ちょっとラジオ形式でやらせてき流り流らぎあれであの、うん、また聞いていただけたらありがたいですし、うんうん、はいはいはいお願、はいしますよろしくお願いいたします。